バージニア会社、バージニア会社、バージニア会社、A、バージニアカンパニーは、北アメリカ海岸に植民地を建設する目的で、1606年にイングランドをジェームズ一世に直居された一組のイングランドのジョントストックカンパニー直居会社である。二つの会社があり、ロンドンのバージニア会社、ロンドン会社と、プリマスのバージニア会社、プリマス会社と呼ばれ、 同一の直挙だが異なる領域で運営された。領域が重なるところもあった。その重なった領域では、互いに100マイル以内に近づいて、植民地を作ることが認められなかった。プリマス会社は、その認可を履行することがなく、その領域は、ニューイングランドとなったが、そこは当時フランスも領有権を主張しているところだった。また、両者の主張した領有権、植民地化は、 元々の住民であるインディアンに断りのないものである。この会社の認可は、それぞれの地方自治を要求していたが、イングランドにあるバージニア委員会を通じて、究極の権限は国王にあった。プリマス会社は、北緯38度線から同45度線の間、大まかに、チェサピーク湾上流側から、現在のアメリカカナダ国境の間の、 植民地建設を大英帝国から認められていた。1607年8月13日、プリマス会社は現在のメイン州にあるケネベック川沿いにポパム植民地を建設した。しかし、約1年間でこの植民地は放棄され、プリマス会社は活動を停止した。プリマス会社の事業を引き継いだマーチャント・アドベンチャラーズの資金により、 メイフラワー号に乗って到着した宗教的集団ピルグリムファーザーズが現在のニューイングランドで1620年に高級的なプリマス植民地を建設した。ロンドン会社はその直居条件によって北緯34度線と同41度線の間大まかにフェア岬とロングアイランドサウンドの間に100マイル四方の植民地を建設することが認められ、さらには 大西洋とカナダ内陸部の大きな領域も所有した。1607年5月14日、ロンドン会社は現在のバージニア州チェサピーク湾に流れ込む主要河川であるジェームズ川に沿った約40マイル内陸にジェームズタウンを建設した。ジェームズタウン開拓地の成り行きは5年間不安定なままだった。 ジェームズタウン自治委員会の三代目の委員長となったジョン・スミス船長は強力な指導者で、地元のインディアンからの食料援助で陶器の飢餓をしのいだにもかかわらず、翌年にはインディアンの村々を襲い、村人を人質にとって食料を強奪して回り、インディアンたちから恨みと憎しみを買った。1609年、ロンドン会社に新しい直挙が降り、 プリマス会社の領域が追加された。1609年には、また、大掛かりな第三次補給任務が組織された。旧石の船舶からなる船体の機関となり、新しい目的のために建造された。C ベンチャー号は、監修的な会場し運転もないままに任務に投入され、その指導者の大半、食料及び補給物資を搭載した。シベンチャー号に乗っていた著名なものとしては、 船体の提督であるジョージ・サマーズ、副提督であるクリストファー・ニューポート、バージニア植民地の新総督、トマス・ゲイツ卿、後の著作家、ウィリアム・ストレーチー及び実業家のジョン・ドルフとその、身をの妻がいた。第3次補給船隊は3日間続いたハリケーンと、考えられる暴風に遭遇し、チリジリになった。シーベンチャー号はその新しいコーングから海水が浸水し、 ジョージ・サマーズ・提督は、沈没を免れるためにある干渉に船を誘導し、150名の男女と数頭の犬の命を救ったが、船は破壊された。その無人の諸島は公式に、サマーズ・提督にちなんで、サマーズ諸島と名付けられたが、現在のバミューダ諸島と呼ばれるようになった。生存者たちは、シーベンチャー号の残在から二隻の小さな船、 デリバランス号とペーシャンス号を建造した。10ヶ月後に彼らはジェームズタウンへの航海を再開し、サマーズ諸島にはその領有を確立するために数名のものを残した。1610年5月23日にジェームズタウンに到着すると600名いた植民者のうち80%以上がと呼ばれることになった時期の間に死に耐えていた。バミューダで生き残った者たちは、 ジェームズタウンに繁栄する植民地を見出すと予期していたので食料や補給物資もほとんど持っていなかった。ジェームズタウンの植民者は3週間足らず後に第3代デラウェア男爵トマスウエスト、現代ではデラウェア教として知られるが指揮する補給任務隊の到着が間に合って救出された。1612年、ロンドン会社の王室直虚はバージニア植民地の一部として サマーズ諸島を含むように拡大された。しかし、1615年、この諸島は、ロンドン会社と同じ株主によって設立された、別の会社で、ア・サマーズ諸島会社に渡された。ロンドン会社は、その投資家たちが失望したことに、バージニアでは金も銀も発見できなかった。しかし、この会社は、様々な種類の貿易を始めた。最大の貿易発見口は、 植民者、ジョン・ロルフがカリブ海からいくつかの甘いタバコの品種を導入した時に始まったバージニア原産のタバコはやや強い味がした。ロルフの新しいタバコ品種はロンドン会社やその他初期イギリス植民地にとって強力な換金作物となりスペインとの貿易赤字を並行させるものになった。1622年にロードを侵略され、 オンはだで返されたインディアンたちが積もり積もった怒りで入植白人を攻撃したジェームズタウンの虐殺は特にこの会社を直挙した国王ジェームズ一世から好ましくない注目を引くことになった当初の直挙を守ろうとする会社役員と会社を潰そうとする者たちとの間でイギリスで議論が続けられた1624年国王が会社を解散させ バージニアを質量植民地1624年から1776年を作った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。